引かれた。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガ3リマスター版、前回の続きからやっていきたいと思います。で、見ての通りですね、交通事故に遭ってしまったので、ちょっとその責任を取ってもらいに西の森へ行きたいと思います。また引かれんのかい。妖精とかだから飛んで逃げろよっていう。いや、飛ぶ間もなく引かれてしまったんだな、きっと。ま、最悪ね、ちょっとお金で賠償できないようであれば、体で払ってもらうしか方法はない。おい姉ちゃん、私としたことがあんな失敗作を素早く子に頼まれていた。まあなんとかマシーン、ネジ一つ締め損ねてなんとかマシーンになってしまった。町や森を飛ばしまくってるのはあなたもいたでしょう。私っておバカ。励まそう。大丈夫だ、天才ではないのか。何を悩んでいたのかしら。私は天才。待って、あいつを破壊して。奥の扉の中にプロトタイプがある。いいだろう、やってやろうじゃないの。報酬は、失敗作は残したくない。なんでこんなポーズ決めてんの。奥って、あれ、こっちはなんだ。入れない。何、入れない。乙女の部屋だからか。てか誰がさ、戦闘に参加するのこれ。ミカエルがいないけど、まあいいや。火力の高い人たちが来てくれてる。ここどうしようかな。まあいいや、大木だ。で、まあハサミが安定だよね。エンジン全開。双流派の方が速い、車なんかより。あ、3人いたっけ。なんかすっかり忘れてたよ。エンジン全開。あー、3匹いるね。ナーデルカノネ、ヒュッツェカノネ、ナハトズイガー。え、今総流派って3体入った。ブレードロールちょっとやってみよう。この連機剣とかってどうなの。じゃあ体当たり、総流派は一列に当たったような気がする。言われてみれば。いて、逆に手当たりされた。ブレードロール、電気剣、これどう。一応3発殴ってる。自爆って、弱。ただしあと2匹。このまま全体攻撃でいこう。これもう一回エンジン全開したらどうなの。何にもなんない気がするけど。勝った。落ちろ。終わり。でスバイクのトーナメントも行きますか。じゃあ出場する。ディノパワーズ、順番入れ替え、どうしよっか。ちょっとまず先方でどんどん勝ち進んでもらおう。で対象は妖精で、さすがにブラックはいらない。でむしろブラック外していいよね。強そうだ。勝てる気がしない。ジャイアントスイング、うまくいけばね、スタンさせられる。ジャイアントスイングは俺がスタンするけどね。まあいっか、ちょっとハサミでいこう。あ、ジャイアントスイングの方が強えな。これはもう倒すか倒れるかの勝負だからな。こんな恐竜さいたらみんなやられるでしょ。てかこっちの方が弱えし。
こいつ見たことあるし。基本みんな見たことあるからね。こいつも見たことある。ダガジョ、いやまだだ、やられません。20か。超神道剣、すまん、やられてしまった。ミカエルはちょっとやることがなさすぎる。本当にサザンクロスを覚えてくれればな。だいぶ違うんだろうけど、一人抜き最後だけ美味しいとこだけ持ってった。あ、地獄の壁だ、めんどくせえ。臭いような気がしたな。魔王の鎧のパチモンだ。我らツバイク、地獄の壁の厚さを思い知れ。これは確かに。ちょっとジャイアントスイング先手を取って、いやミスったか。スタン、自分だけスタンしてる。やはりハサミがド安定だな。カウンターとか発動するかどうかよくわかんないしね。弱っ。強くなってくからね。ただあれ、攻撃をしてこなかった。ゲーガードされた。どっから岩石持ってきたんだよ。もったいないけど高級武器で使っちゃおうかな。なるべくでもな、ボストンで勝ち進んでもらいたいけど。何やるなこいつら。スピードって何？一発当てたい。ストレイキャット、なるほど、スピードは速いな。ならば切り札を使わせてもらおう。こいつはずるいよね、セコンドとか出してくるから。マッドベル、まあまあまあ、ちょっとでもダメージを与えてくれれば。ちょっとミカエルは不安がある。ライトニングピアスは先手を取れるからダメージを与えられる。最悪でも自動回復って結構いいかもね。お、俺たちの作戦が通用しないと。意外に弱かったな。なんかもっと強かったイメージがあんだけど。アビス帰り、骨だな完全に。骨は望むところよ。完全にボストンの手玉だぜ。バカが。あ、こいつ違う、骨じゃない。いやでもよかった、こいつも骨ではないな。まあいい、誰であろうと変わらん。いや、この色あれだったね、毒ったらこの色になるんだね。全身気持ち悪くなる。今このロブスターを食ったら確実に食中毒を起こすな。全員抜き、これがロブスターの力だ。げ、超女軍団が上り詰めてきたんだけど。始め。名前がわからん、こいつ名前がわからんうちに死んでった。こいつもモンスターだな完全に。うわ、やばい、眠らされた。プレイのネット、一発で倒せれば全く問題はない。他の人たちずっと見てるだけだよね。ミカエルがちょこちょこって出てきて敵を倒してさ、他全部ボストンがやってるからね。あ、こいつ倒したことある。
知ってるこいつ、あんまり強くなかった。いや強え、舐めてたわ、実はこんな強かったんだ。ミカエル多分ここまでしか抜けないぞ。大将は2人がかりで行かなきゃ。メドゥーサ、行進、右ったり、ストーンバルトか。同じモーションなんだけど、ミカエルで倒せそうだな。あれ強いこいつ、意外に。ギャ200、倒した。結局ボストンとミカエルだけでなんとかしたし、なんか術使うモーションなんだけど、見事であったぞ、褒美を授けようとか。いやこっち皇帝なんですけど、一応隠してはあるのかね、なんか皇帝じゃないよみたいな。わしの顔を放り込んだありがたい優勝メダルだ。1万オラン、いらん。聖杯のことは聞いたことがあるだろう。それが今フォドールのヴァンパイアの元にある。あんなモンスターに西洋遺物を握らせておくわけにはいかん。絶対に取り戻すのだ。偉そうに言ってんな本当にこいつ。フォドールの聖杯イベントはできたよね、ミカエルでも仲間にはならなかったと思うんだよな、確かだけど、まあ、ホドールはもともと最初に来る町だからね、大したもんは売ってないと思うんで、まあ、とりあえずここはこれで終わりにしておこう。じゃああとなんかやることといえば雪だるまなんだよな、小さな村。ちょっと情報だけ聞いておくか。普通の村、パブで情報が聞けるか。グエインという竜は巨竜ドーラの子供、小さい頃セオに育てられた。情報はない、世間話。西のルーム山地にグエインという竜が住んでいる。そう、これが聞きたかった。でどうしよう、ちょっとブラックいらねえからな。なんか人が必要なイベントってあったっけ。ね、パクりたいものもねえから、いやこのまま別れちゃおう。さらばだブラック。ま、元の姿に戻ったんだ、それだけで感謝していただきたいもんだ。じゃあここはちょっと一旦用なし。でどうしよっかな。雪だるま、雪だるまね、ドラゴンルーラー。じゃあかといってなんかイベントやるって言われても、暗闇の迷宮覗きたいは覗きたいよな。間違えちったよ、こんなわけのわかんない洞窟に入ってしまった。まあ入るだけ入ってみようか。ちょっとさ、カーソル合わせるのマジでむずい。セーブだけしとこう。ここは満たされぬ思いがかけらとなれてさまよいし迷宮。かけらを集めしとき、思いは形となり姿を現します。思いを糧とするモンスターもいます。覚悟はありますか。ある。げえ、まずこいつに勝たないと話になんないよっていうこと。強そうなんだけど普通に。なんかでも技覚えてくんねえかな。くらい強いの。結構硬いは硬いよな。いやさすがに。え、スフィンクスドリ。え、なんだなんだなんだ。意味がわからん。いやマジで意味がわからん。あれ七星剣。スターバーストってひらめかなきゃいけないんだっけ。
妖精とゾウさんの火力が上がってるはずなんで。縦で72か。倒せるは倒せるね。そして結構上がるな。行こう。え、なんか、ちょっと待って待って待って、なんだ今の感じは。見えない何かがそこら中に散らばってるような感じがした。え、どういうこと。ここら辺の敵の質がよくわからん。大車輪で一掃できるか。今の敵が出てきてる感じがするね。エーデルワイス姫。あー、これなんかハリードのやつか。これを集めていけば形になる。ちょっといいや。やっぱり物語の本筋からは離れてるんで、ある程度まとめてやろう。やっぱりこれは。そんなわけでどこへ行くかというと、ラシクータ。なんか不快の情報が聞けたような気がするんだけど、誰かなんか教えてくれなかったっけ。ここ入った。そういえば西の不快の中の廃墟は我々の城だったとも言われています。じゃあ行ってみよう。なんか強い敵いたっけ。不快、まあ、ここは完全にただの探索ダンジョンだからね。ちょっともう道とかはさすがに覚えてないから、手探りでやっていくしかない。逆側、いいものとしては何があったっけ。ちょっと待って、陣形あいつ外したから戻っちゃってんな。ゼラチナスのターン、こいつなんかいいの落とすんだよね。やるな、キック。だいぶ強い。あ、効かない、全く効かない。あ、ここで、あ、ちょっと待って、48オーラムすら持てないのか。また買い物してくるか。マジで何かガードリングとかってそういえばどっかで売ってなかったっけ。リブロフとかか。結構いいやつが売ってたと思うんだけど、ちょっとそれを探しに行きますか。あ、ここに売ってたわ、ガードリング。スタンレーだね。防御8、魔法防御8あるんで2つ買おう。で装備魚鱗か。もういらねえな。でも持っとくのも悪くないか、魚鱗自体は。あとはそうだね、ガントレットだったらガードリングでよくないかっていう。これでだいぶお金も減らしたんで、ちょっともう一回不快に戻ろう。どんどん右へ行って、この上か、不快探索行きます。まず裏側に行って、あ、そうだ、陣形整えなきゃいけなかったんだ。電気剣、この2つが発動してくれれば大抵の敵は倒せるはず。ちょっと陣形をスペキュレーションにしよう。いつものスペキュレーションに。妖精は一番前、ゾウさんは後ろ。ん？どっから入るんだこれ。トリケラトプス一体はまあそれはさすがに攻撃でいくでしょう。チャージ。
上から行くか。じゃあ上っていうか2階。え、これどうなってんだ。なんもない、本当になんもない。ここ、この花とかなんもないね。荒れてるからな。探索もちょっと一苦労しそうだね。こっちから降りて、でここか。なんかさっきこの部屋の中の宝箱は取りたいんだけど。でちょっと部屋の中入ってみよう。下に宝箱は3つあったけど、結界石。あ、ただ最終ダンジョンはね、ボス前で回復ができるっちゃできるから詰まることはないと思う。ガーゴイル系、一掃しよう。ちょっと待って、電気剣、骨がいるから。やはり骨は大車輪すら通らない。しかし錬金剣の餌食。ん？これどこだ？全くわからん。こっち行ける？行けんね。で、なんかすげえ階段がいっぱいあんの。宝箱もいっぱいあんの。逆側へ続いて2000オーラ。宝があるってことはまだ全然荒らされてないってことだ。ってか普通の人はこんなとこ来ないよね。あくまでも東に行った自分たちだからこそ来れるところであって。ホークウィンド、斧だっけ。トロールストーン、トロールストーンはどんなの。熱の攻撃に弱いって。魔法防御はあるけど、どうしようかな。ホークウィンド34、けっ強え、来てよかった。ホークウィンドにしよう。魔王の斧を活用するかどうかなんだよね。魔王系装備させるんだったらもう全部装備させたいよね。魔王の斧の鎧盾。ここは全く関係ないか。何のためにこの階段作ったんだろう。設計者、この城の設計者。いや、でもホークウィンドはかなりの俺の中では来てよかった感がある。ガチャ、ウィルガード出た。しかもこれ系のドラゴンかよ。ルーラー、あ、ルーラーだね。結構やべえな。このルーラー倒せればでも雪だるまいけるっていう自信にはなる。火力は上がってるんだ、いけるはずだ。ちょっと待って、ホークウィンドになってるよね。ホークウィンドになってる。あとはだからミカエルの火力だけだな。疾風剣、でも全然ダメだ。ミカエルはもう回復役だな。は超えてほしいよね。踏みつけてた妖精、いつも狙われる。うわ、ハサミでこれか。やべえ、いや、やべえわこれ。このルーラー強いけど対決できる？対決できない。そりゃそうか。いや、マジでやばいわ。いや、だがあがく。おお、いい、痛い。よみがえれ妖精。
ファングクラッシュ。あ、そんな食らわねえって思ったけど、ホークウィンドだけ回収して逃げようかな。どこでセーブしたっけ。これはもう絶対勝てないわ。一番絶望的な戦いだな。げっ、2人食らってるし。終わった。大してダメージも与えてないからね。いや、ドラゴンルーラー強い。全滅した。これちょっとホークウィンドだけ回収してまた次回だな。ちょっとドラゴンルーラーに勝てないとなると、パーティー強化のためにナジュ砂漠から水晶のなんか館じゃなくて、なんかそんなところ名前忘れちゃったけど、なんか水晶洞窟みたいな、洞窟ではないんだけどね、そっちの方に行きたいと思います。まあ、特に何があるってわけではなく、宝が少し眠ってる感じのダンジョンに行きます。乾いたタイガの方まで一旦行きましょう。で、乾いたタイガをさらに進んで、こいつまたいるな。もう雑魚でしょ。大車輪、ブレードロール、電気剣も使っていこう。ファイヤークラッカー、残像剣、みんな全体攻撃持ってるね。さすがに結構パワーはあるな。最初に苦戦しただけある。触手かわした、見切った。盾でも結構食らうね。火力は高いんだな。お、ファイヤークラッカー合計取得した。 OK。 じゃあもうちょっと進んでいきます。で、死の砂漠に出て、こっからなんか右上の方に向かうんだよね。あ、着いた着いた、水晶の廃墟。じゃあちょっとここを探索していきますか。ただなんかすげえ有効なアイテムがあったような感じではなかったんだよな。植物系が多いね。まあ、ちょっと砂漠のところだからかな。線で倒せるってことは大車輪で一撃。精霊石、精霊石って強くなったりするの。であいつがいる。こいつ結構強かったよね。全体攻撃3連覇でいくか。誘惑はまずい。おい、ゾウ。何誘惑されてんだよ、お前。あれ？強くなかった。別のやつか。でもゾウさんはね、遅いからね。じゃ、弱いっていうことが分かったから。また妖精ちゃんで排除してもらうか。ホークウィンド、斧も固有技を持ってたと思うんだよね。右か、一応宝箱あるな。力の攻略は大量に持ってるから、どんどん技を使っていきましょう。別に素振りしなくてもレベルは上がるし。あ、こいつら強えんだよな。電気剣は挟んでおこう。上の骸骨が強いんだよね、特に。早い。で、大車輪が通らないから電気剣で殴る。カエルばっかりいるな。全然カエルじゃねえんだけど。恐竜が出てきて、むしろ。
ここは宝箱が左右に。今度カエルだ。こいつは盾持ってるからね。ほら通るかな。あー完全に回避されてんのか。回避系の盾か。回避系の盾は厄介だよね。ダメージがほんと通らないから。バックラーか。なるほど、こいつらバックラー持ってんだな。お、バック取った。先手を取れるとだいぶ楽。安心感がある。ダメージ食らわないかんね、まあ、ほぼほぼ食らってないけどさ、そもそも。結構アイテム落とすね。術種、技の攻略1000円。これで上の階の探索は大丈夫そうなので、下へ向かっていきましょう。こっちの左側。ああ、これ罠なんだよね。こんなところに人間がいるはずないからね、普通に考えて。ちょっとこの階を探索しようかなと思ったけど、両方とも下に降りるのか。ちょっと下の方から見てみよう。ん？蛇ばっかり。なんかこっち行けそうだけど、行けない。何もないところか。戻りましょう。じゃあ、ちょっとこっちの階段の方を降りて、こいつらぶっ倒して。あの女の人は、放っておく。人じゃないから、そもそも。でもあいつらさ、なんか獲物が来るまでずっとああやってんのかね。こんな水晶の廃墟なんて。誰も来ないでしょ。死の砂漠を越えてさ、ここへ到達してこの廃墟に乗り込むって。あ、星屑のローブ結構いっぱい手に入るな。ああ、そうそうそう、ここで水晶竜がいるんだよね。ちょっとセーブをして、一応挑むだけ挑もう。別に水晶竜倒したからなんとかってわけではないんだけど。総竜派本気でいきますとはいえ、巻き割りは覚えたい。ボストンはパンチでいいや。ミカエルもなんか覚えてもらいたい。ごつい系の竜じゃないからね。ちょっと細い系の竜。しかも普通の敵だし、そもそも。え、なんかまひってんだけど、なぜだ。私のアタッカーだからな。ちょっとまひられると困る。やっぱ一番前すげえ食らうな。妖精一番前に置いとくのちょっと怖いんだよね、体力低いから。うん、まあまあまあ、それなりって感じ。心の公約霊種、魔獣の皮があんのか。あースターチェイルどうだったっけ。あ、もうこの水晶竜自体は大したことないっていうのが分かったんで、普通に倒せるでしょ。特に苦労もすることなく。あとなんか覚えてほしいよね。ゲーマヒってる。これが厄介だな、マヒルっていうのが。一応ボストンはね、玄武術をね結構覚えてるんですよ。神秘の水とか。まあただ、だったら攻撃した方がいいよね。結局アタッカーだからね、攻撃しないっていうのはもったいないってなっちゃう。上がりはいいね。ただやっぱりで、これこっから落ちれるんで、落ちてもう少し探索をしていきます。こいつらってなんか果実要塞で、あ、しまった、疾風剣使ってしまった。下層流派も使っちゃった、間違えた。
お、ちょうど1列だったんだ。図体がでかいから1列扱いになってた。下に降りられんね。ちょっと行ってみよう。げ、巨人がいる今度は。げ、巨人がすげえいっぱいいる。こいつはここで何してんだ。宝箱ゲットしよう。タイタンスーツ、アイテムがいっぱい。何を使えばいいんだっていうか、何を捨てればいいんだ。スターチェール、槍や弓、雷の攻撃にやや弱い。ややってどれくらい。心の攻略、これ使っちゃおっか。もうなんか1個しかねえし。ボストンで、タイタンスーツは一応ミカエルに装備させよう。プロテクトスーツ装備してるからね。これよりは強いっしょ多分。強い。巨人戦ってみる。いざとなると撤退すればいいだけだから。この巨人がまあそこそこ簡単に撃破できれば、ちょっとひょうきん画のドラゴンルーラーも挑みたいけどね。どっちが強いんだろう、不快のドラゴンルーラーとひょうきん画のドラゴンルーラー。てかエレンがね、もう一段階なんか強えっけ。縦でガードできないと死ぬわ。あとミカエルか。ミカエルもなんかな、いい技を覚えてほしいんだけど。全体攻撃はね強いの覚えたからいいんだけどさ。1000を超えるね技が欲しい。普通の攻撃で300か。疾風拳はね1000超えてくれるからいいんだけど、火力で押し切ろう。オッケーオッケーオッケー、まあまあだな。だいぶ強くなった。これは何、3000オーラムあるぞって言って、結局さ持てねえのにそのまま終わったんだけど。こいつ邪魔だな。まあいいや、今の俺にはお前を倒す力がある。なんか覚えてくれマジで。今日だ、また通りだなこれ。まあいいや、いやだいぶダメージ稼ぎにはなった。早々にまた封印しよう。本当にカウンター技の使い道が難しい。うお、300。200で倒した。ちょっとマタドールを封印しよう。さよなら。もう一回ひらめいてくれ。ひらめくたびに攻撃ができるからね。西欧の槍もまだ結局勝利の歌覚えてねえし、失政権もスターストリーム、スターバーストどっち、覚醒するやつ。じゃあもうちょっと上の方を見ていきますか。宝箱、精霊石、あれここも落ちれる、落ちれる。どこだこれ。さらに下へ行けるね。なんもない。じゃあ上に登っていきますか。多分もうここ帰り道だよね。スライムだらけだなめっちゃ分裂してんだけど。あ、でここでさらに落ちて、でここに来んのか。なるほどね、帰ろう。そういや死の砂漠から出なきゃいけねえじゃん、めんどくさ。じゃあちょっとまたこれ回収しましょう。強化土器 OK です。と武器なんだっけ。あ、グラディウス、グラディウスは証券なんだよね。レストックとどっちが強い。
23、片手よ剣でもあるってどういうこと？でグラディウスってなんか規制流石にして間違えちゃったよ。エストックとグラディウス両方装備しておく。ちょっとグラディウス固有の技がありそうなんで使っていきます。イビルアイ、クリスナーガ、カナリアの弓。カナリアの弓はよし、何も開発道具が必要ない。クリスナイフ系はね、あれなんだよね、隕石が必要なんで、ちょっと開発しないで玉材行こう。なんか来た。え、タフターンさんからモンスターの軍団が押し寄せてきた。リューネの軍団か。よし、出撃だ。ちょ待って、勝手に出撃しだしたんだけど。まあいいや、戦闘準備しよう。これ負けたら終わりかな。強行陣、全軍の攻撃力を上げてじりじり攻撃します。これってすっげえ遅いんじゃなかったっけ。で作戦に関しては、ま、これしかないよね。そもそもやるしかねえ。あれ、魔物の群れ、ちょっとまずは真ん中まで攻める。うわ、沼地ですげえ遅いわ。で例によって、え、どうなの、押したり押されたりだな。ちょっと一回突撃かけちゃおう。もうよし、これで押せ押せでいこう。全軍突撃、モラルが下がるから統率回復を使ってもう一回使おう。でかつ、あれ、陣形って途中で選べないんだっけ。あ、そうです、それは選べるわけねえよな。なんかすげえやられてんだけど大丈夫。対象がやられた。生き残り900、損害3000。これ負けたでしょ。兵力100とか。これどうなんの。ドワーヌは私が守る。敵が来た。いや、こっちの戦闘の方がいいわ。どんと来い。雑魚が、さあ来い。3体になろうが大車輪で一掃してくれる。これでタフターンザに行けるようになるのかな。ただ何体来るのか知んないけど、ただ増えるだけだよね敵が。はっはっは、これがミカエルの力だ。思い知ったば。もう一回座ろう。一仕事する。カナリアの弓が完成した。やったぜ。15万円しかない。もう金が。武器開発はイビルアイか。これ開発しとくでしょ。防具も開発しとこう。クリスナイフ、これ開発するでしょ。マジで金がないから税金をパクるしかない。重いぜ。なんか来たよ今度は。あれ、これなんかやんなかったっけ。戦って追い返す。今の俺に勝てるやつはいない。戦闘開始。あいつ雇えばよかったかな。傭兵前列突撃いきなりかい。
いや、回復はまだ温存しておこう。向こうも突撃使ってくる可能性があるからね。そうするとだいぶモラルを下げられちゃうんで、相手のモラルがなくなったところを統率回復して攻め込もう。よし、で前進攻撃。なんか下に一番下だけ騎馬兵が一人いるんだけど、こんだけモラルも下がって倒せないってどういうことよ。半分になったらちょっと一回回復しよう。まあ、3回使えるっていうのが結構いいよね。よし、押してる押してる。交代か。うわ、ちょっと待って、また耐えよう。前列突撃、何回使えるの。回復。これ前列と、そうか、後列が入れ替わってるから相手のモラル高えんだ。なんか一番下のやつ、何、すげえファイターみたいなやつがいいんだけど、やられてる。突撃かけよう。後ろのやつらはもうモラルほとんどないんじゃないの。入った、入った。押し込みが強えな。うちのボスがすげえファイターに押し込まれてんだけど。セグ突撃来た。いや、これ勝てねえや。あ、倒したファイター。もうこのまま戦況を見守るしかない。上の傭兵部隊やっぱ強いね。ただこれでモラル回復するはず。回復しねえし。あ、回復してる。よし、押してんな。これ相手にも上攻め込まれたけど、こっちの方が攻め込んでるっしょ。敵陣突破1500、指揮官戦闘不能、エドウィンがやられました。全軍も何もない。消えよ。いや、ちょっと負けるかと思ったけど、意外になんとかなったな。新たな兵法、疾風陣。かっこいいわ、かっこいいな。あれってなんだっけ。あ、ビルは完成した。早い。クリスナイフも完成した。住民不幸とか金がある。傭兵雇いてー。クリスナーが開発しよう。防具、ビーストレザー開発しよう。じゃあちょっと傭兵雇っとくか。使うで内政をすればいいのかな。社会政策、激安、不幸のままだ。結構金減ったな。まあいいや、このまま行こう。カフタウンさんのビューネの巣が判明しました。よくやった。よくやったって。え、ちょっと待って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 、うちら負けたけどね。よろしくね。クリスナイフ状態異常防ぎやすいか、一応取っとこう。これ2つ入るからね、玉座で完成すると。なんかしんねえけど。じゃあちょっとポドー類のイベントもやるだけやっておきますか。このまま伯爵のところへ向かいます。雑魚は蹴散らしながら。レオニード城中へ入っていきましょう。
頼もう。カンカン、仕方ないな、ぶち破ろう。関係ないなって呼んでしまった。あなたが聖杯を持っていると聞きましたが。その通りだ。しかし聖杯は地下の私の部屋にある。そちらまで来てもらおう。ぜひ生きたままたどり着いてほしいな。はっはっは。座ろう。座れない。では地下に行きますか。このモンスターなんだよね。ちょっと戦って。このモンスターじゃなかった。なんか強いやつがいた気がするんだけど、結構技を覚えやすいやつ。宝箱がすぐあるね。400円。こっから地下へ降りていこう。途中に部屋がある。てかこっち行かなきゃいけないやつか。めっちゃ降りてんな。地下何階だ。こっからが本番か。こいつ普通の敵っぽい。このイベントが終わればドラゴンルーラーも倒せるくらいの実力がつくんじゃないか。うん、下は固定っぽいな。なんか竜の出来損ない。総竜派。いつも通り、いつも通りの火力で倒していこう。どうよ、1600。ドラゴンゾンビか。まあ、そのまんまだな。水晶竜と比べて麻痺してこないから、その分楽なの。あとはとにかく技なのよ、技。強力な技があるかないかでマジで違うから。猛毒ガス全体か。あ、超次元ペルソナ。これはね、割とよく覚えるよね。かっこよくなってないこれ。超次元ペルソナ。だハサミと大して変わんねえし。とにかくハサミが強すぎるんだよ。あ、でも結構いい技は覚えそうな敵だね。超次元ペルソナはかなり火力の高い技だから。ハサミと変わんないけど。いいね。どんどん上がるよ、やっぱり。ちょっと、キック、空気投げ、カウンターいいか。捨てよう。200円。結界石。いや、なんか微妙だな。結界石はいいとして、200円が微妙すぎる。超次元ペルソナだっていくつ使う。6でしょ。まあ、錬金剣はね、全体技だからちょっと消耗多いにしても。斧なんだよね、やっぱり。あとこいつも同じかな。違う、下から出てきた。超次元ペルソナ1回は使っておこう。で、極意を取得したい。攻撃散ったよ、ゾウさん。剣はね、基本分身剣があれば、まあ、あとどうにかなるかな。ファングクラッシュって、うわ、強っ。いや、でもかっこいいわ、かっこいい。お、スターバースト、覚えたね。これってスターバースト使ったことになるの？回復量が半端ないな。ジャイアントスイング。
スターストリームはもったいないから出力権でいこう。覚醒してるはず、七星剣が。七星剣覚醒したってことはまた火力が上がったってことだから、死ぬ死んだ。お、またなんかナイアガラバスター。結局ハサミと大して変わんないよね。いやでもまあまあまあ、技としてはね覚えていってるから。ナイアガラバスターもどんくらい ?8 じゃん。だからあとエレンが頑張って巻き割りを覚えていただければ。こっち強い普通に。てかミカエル回復に回せばよかった。ナイアガラバスターは別にあれなんだな、スタンするとかそういうのはなさそうだね。あとハサミレフによってパワーヒールでいっか。生き返らせるだけだから。999回復するってことはかなりのヒットポイントを持ってるってことだから。出た、やばい、ゼロ、全然やばくなかった。何、パンチで700しか当たらないのか。それは強いね。じゃあペルソナとかてか地層変えてんだけど、これめんどくせえな。ナイアガラバスターじゃ強いんだな、やっぱり。あ、覚えた、武装さんだ、来たね、よし、ドーン、2002へスタンしろ。やった、スタンした。七星剣の疾風剣を見ろ、1400、うん、火力は上がってる確かに。じゃあ武装さんだ、9も使うのか。パワーヒールもう一回ゾウさんに使っておこう。いやー妖精マジでいい、強い、さすがだ。斧のコンボレベル上がった。ガードリングか、誰かなんかある、魚鱗、じゃあガードリングにしよう。ちょっとだいぶ妖精使っちゃったからな、技の攻略とかいいでしょう、大量に使って。こいつも固定敵か、なんか最近強いからな。あ、技のあれを見るの忘れた。3人だったら大車輪、ブレードロール、シットレーン危険、ファイヤークラッカー、スターバーストは使っておこう。あ、弱かった。てか真ん中だけ残ったな、真ん中だけ個体が違うとか。あ、なんかそんな感じがする。なぜ高音ガスがゼロなんだか理由が分からん。てか弱かった、赤いやつは弱いんだな。ここはヘドロばっかりだね。ミノムシ、グラディウス、そうか、グラディウス使ってたのか。ちょっくら火力が落ちるけど、技、ミカエル大丈夫、エレンも大丈夫、ゾウさんもまあまあまあ大丈夫。あ、やっぱ不正はやっぱダメだ。水地もいらねえな。で、総流派ももういらない、チャージもいらない、二段付きもいらない、永遠もまあいらないっちゃいらないんだよな。もうてか永遠これ見切りじゃねえかよ。大車輪、無双サンダー、スパイラルチャージ、3つで十分でしょう。でボストン、ボストンもまだ1個あるけど、ジャイアントスイングはもういらないな、ナイアガラバスター覚えたから。キックとかはなんとなく、空気投げが極意取得してないのか。ちょっと使っていくか。じゃあ
怒るな。空気投げ、投げられない。てかユリアンさ、あそこにいなかったんだけど、もう一回外したらいなくなるのかな。剣はね、多分ハリードとかもレベル高いはずだから。あ、空気投げ覚えた。よし、もういらない。オッケー、こんだけ空いてりゃ大丈夫でしょう。ん、あの骨は絶対、てかさ、こうなってる段階でさ敵だよね。まあ仕方していこう。あ、ここの扉は、え、何これ、寝れんの。そんなわけないか。出てきた。スライムが出てきたんだけど。あ、スパイラルチャージもちょっと極意覚えてから使っていくか。一体だし。強いな、やっぱり。じゃあこれもなんかある。出てきた。スパイラルチャージでいこう。で、ペルソナをちょっとマスターしたい。ペルソナは別になんか発展する系ではないんで。げっ、即死持ってんだ。それは知らなかった。これもう一回ない。こういうの見るとなんかアセルスの部屋を思い出すよね。あ、こいつだっけ、杖の。一応セーブまたして。全然違うっぽい。これスカルクラッシュがいいんじゃん。ペルソナも使ってこう。スターバースト、一応固定敵だから640通らないな。スカルクラッシュ、一応1000は超える。459か。武装三段でいこう。スカルクラッシュはまあ強いから。でナイアガラバスターも使って1回ずつ使えばいいっしょ。なんかある。ライトニングピアスもすげえ弱えかな、今となっては。一応殴ってるよね、これ。弱かったな。で、さらに、どっちもいける。なんかある?なんもない。ん?どこだ?いや、あそこ、なんか、固定だな。止まっ、え、ちょっと待って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 。そういうことじゃないの?一応見ていくか。せっかくだから。宝箱あるね。え、何これ。あー、真ん中からなんか出てきた。うん、錬金剣使おう一回。ファイヤークラッカーも使おうか。七星剣はいいや、そのままで。錬金剣とか意味なかった。まあいいや、来い。ファイヤークラッカーが普通に一番火力高くないか、ミカエルの中で。では無双三段。大木でいくか。ナイアガラバスター、ファイヤークラッカー9も使うんだね。やばい、ゾウさんヒットポイントはあるからな。
上がる上がる。でこの宝箱、ブラッディーソードいらなすぎる。じゃあここは大丈夫。下に、え、下に降りる、こっちから覗く。なんか、あ、宝箱あるね。600円、月の骨。どうだっけ月の骨って、なんかに使うんだっけ。じゃあもうこの部屋は用済みなんで、じゃあこの固定スライム、あーこいつか、よく見るやつだな。内側からなんか破壊できるもの、ハイパーハンマーとかで、これ探検、いつも探検って言ってるけど、スターバーストいきますか。一応これで終わりそうな気がする。普通に出てくるやつだったらこれで終わる。あ、ちょっと強くなってんな多分。ってことはまあスターバーストが生きてくる。生きてこなかった、弱い。お、いいね、レベルが上がってくれるのはすげえ嬉しい。普通にからこう力の公約霊種、結構長えなここ。でこいつ、こいつこそ強い、毎回言ってるけどね。ほらほらほら来たよ。しかもなんか動いてるボス系じゃん。一回超次元ペルソナナイアガラバスター、この2つは使っておこう。でスターバーストも覚醒させておく。1900か、死人ゴケ、これどうなの。ああそういう系。ちょっと待って、ボストンどうなった、なんか変な青くなってっけど。2回攻撃か、いやー652、999、あっ技が使えなくなってる。いやハサミでも全然強い。パワーヒール、疾風剣、いや武装三段マジでいいわ、ほんと強い。あとはエレン、まあ一応大爆弾でも1000は超えてくれっかな。あ、踏みつけてね、強いんだよね普通に。ちょっと次高級傷薬使おう。ちょっと厄介だな、毒が厄介だな。けそういや回復してね。あれ持ってない、こいつ高級傷薬を持ってない。妖精1回回復させて、ゾウさんの高級傷薬でボスト、火力がめちゃくちゃ下がったな。あぶね、あれなんか即死の可能性があるよね。129だったらパワーヒールで回復できる、ただ毒の分マイナスだな。てか妖精もう技ポイントなくなっちゃったかな、悲しいことに。あ、治ってる。超次元ペルソナ使ったんだっけ。いやもう一回使っとこう。ファイナルボールはそんなに火力がないと思ったけど、ボストンそこそこ食らうね。倒した、絶望的な強さではなかった。そしてめっちゃ上がる。これって外出るとさ復活してんのかな、ちょっとやってみよう。復活してない。一
海妖精にこれを使いますか。3回全部使い切ろう。下か上かどっち、下っぽい気がするけどな。上を見ておこう。聞けねえしこっちからで、いろんなとこ行けんな。やっぱりじゃあ下から行こう。え、どこへ出てきた。ここ絶対聖杯っぽいよね。ちょっと上やっぱり覗いてみよう。なんかいっぱいいるな。こいつが固定的だな。ザコイ。あー、宵闇のローブ偽物、これマジハメだからね。書いてあるちゃんと。書いてない。物理42、魔法防御42、重量0とかマジ超強えじゃんって思うんだけど、あれこれこっち行けねえ。あ、下から行くのか。あ、宝箱あるね。竜鱗やった、来てよかった。ルーンの杖、宝がわんさかある。よくたどり着いた。これが西洋の血を受けた聖杯だ。聖杯を手に入れた。で、聖杯って何の効果あんの。ルーンの杖とかも、あ、シャッタースタッフが使えるんだ。どこだ。あー、技 P が1回復する。まあ結構いいね。よし、というところで、じゃあ結構戦力強化にはなったと思うので、次回ちょっと今度こそ雪だるまを仲間にするために、ひょうぎんがリベンジしていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。